皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくり魔理沙です。今回の動画はサムネの通り、珍しい山名を持つ山、いわゆる珍名山について紹介していくよ。山の名前は富士山や槍ヶ岳みたいに語尾に山や岳がついているのが普通だが、例外的な名前もいろいろありそうだな。調べてみると面白い名前の山がたくさんあってね。その中で興味深かったものを6個厳選してきたから、一つずつ説明していくね。早速だけど一つ目の山、的根から紹介していくよ。的根は新潟県の佐渡島に位置する標高937メートルの山です。的根、全然山の名前に聞こえないな。本州本土から離れた島の山だけに何か言葉に深い意味がありそう。調べたけど特に意味はなさそうだったよ。この的根、佐渡島の最高峰である金北山を登るときに通過する前衛峰となっているんだ。あ、前衛峰とは頂上の一つ手前のピークのことです。佐渡島といえば金山が有名だが、金北山も名前からその名残が伺えるな。金北山はもともと北山という名前だったんだけど、佐渡金山が発見されて今の名前になったんだ。周辺には的根以外にも変わった名前の山があってね。どんでん山やジャバミなんて山もあるんだ。ジャバミ、夢子のことか。それは賭け狂いの主人公だね。とりあえず金山で有名だから、金塊発見にかけて的根を訪れてみるのもいいかもよ。もし見つけられたら大富豪確定だな。お前も一攫千金のチャンスにかけて行ってみたらどうだ。ふっふっふ、甘いよマリサ。金なんてとっくの昔に取り尽くされたから。まあそりゃそうだろうな。そしたら的根はこの辺にして、二つ目の山、ニューを紹介するね。ニューは長野県の八ヶ岳山塊に位置する標高2352メートルの山です。岩でできた山だから岩峰という括りに分類されているよ。岩峰といえば、以前別の動画で珍名やピナクルを紹介していたが、ニューは何に分類されるんだ。それに関しては調べたけどわからなかったよ。あ、でも珍名山だけに珍名なのかもしれないね。珍しか共通点ないぞ。ニューなんだけど山頂からは360度のパノラマが広がっていて、周辺の八ヶ岳はもちろん、天気がいい日は富士山の眺めも抜群なんだ。名前の珍しさと素晴らしい展望が売りってわけか。とりあえず名前の由来が気になるところだな。名前の由来だけど、二つの説があってね。一つは刈り取った稲を円錐状に積み上げたものを、昔の人はニューと言ってたんだけど、山の形がニューと似ていたからこの名前になったと言われているよ。現在は使われていない言葉が由来だから、なかなかしっくりこないな。そんなマリサに朗報、もう一つの説はとってもわかりやすいよ。ほう、というと、山の形がニュー、つまりおっぱいに似ているという説だよ。最後変な声を出してんじゃねえよ。というか今んとこピーを入れとけよ。いいか絶対だぞ。それはフリと捉えてよろしいか。言わせねえだろ。この動画にエロネタは一切いらねえから、もう二度と言うんじゃないぞ。あ、ちなみに福島県のあだたら山は乳首の別名で呼ばれています。ニューといい乳首といい、山名を決める人はおっぱいが好きな傾向があるようですね。やあ、平手打ち。動画が乱れてしまい大変申し訳ありませんでした。ほら、お前も謝れ。ひどいよマリサ、私が一体何をしたっていうのさ。自分の胸に聞いてみろ。ゆっくりに胸なんてないんですけど。あ、胸といえばおっぱいことニューのことだけど、私個人としては後者の説が正しいと信じています。なぜかって、パイオツが嫌いな山男なんていないからさ。やあ、二発目。さっさと謝罪して次の山を紹介しろ。サモナイトパーがグーになるぞ。視聴者の皆様申し訳ありませんでした。次からちゃんとやるので許してください。わかればよろしい。そしたら三つ目の山、白賀門を紹介していくよ。白賀門は群馬県に位置する標高1720メートルの山で、群馬百名山の一座に選ばれているよ。白賀といえば女性の敵だから、山があるの印象は良くなさそうだな。白賀門の名前は山の南に位置するジジイ岩とババイ岩に由来してるんだ。こちらがその写真。なるほど、仲良く二つ並んでる姿からジジババを連想できるが、夫婦岩とか双子岩でもいい気がするな。ちっちっち、それじゃあダメなんだよ。この写真ではわからないけど、冬になると岩に雪が積もって白が頭のように見えるんだ。その姿を仲のいい老夫婦に見立てて、ジジイは、ババイはと呼ぶようになり、そこから山の名前も白賀門になったんだ。白賀門の由来にはそんなほっこりとしたエピソードがあったんだな。ところで白賀山じゃなくて、白賀門にしたのには何か意味でもあるのかな。それに関しては、気にするな。
気にするわ。山の名前にあえて山や学を使わないのには何か理由があるはずだろ。あんまり気にすると白髪が増えるよマリサ。いやごまかすなよ。そもそもマトネやニューだってマトネ山やニュー山みたいに語尾に山をつければ一発で山とわかるのに、なぜそうしなかったかが重要なんじゃないのか。そんなこと、ニュー山頂から見渡せる大パノラマの壮大さに比べればちっぽけなことだと思わないかねマリサくん。いや論点をすり替えて逃げるなし。要するにわからなかったってことだろ。もちろんさ。当たり前のように開き直るなよ。とりあえず白髪門はこのくらいにして4つ目の山、大投げ師を紹介していくね。大投げ師は群馬県に位置する標高1532メートルの山です。こちらがその写真。随分と険しそうな山だな。ドラえもんに出てくる箱庭シリーズ、九龍山みたいだぞ。確かにそう見えなくはないね。ちなみにうちのおかんにこの写真を見せたら、キングコングみたいと言ってたよ。人によっていろんな見え方があるんだな。ところで大投げ師があるってことは、中投げ師や小投げ師もあるのか。中投げ師はないけど小投げ師はあるよ。さっき険しそうな山と言ってくれたけど、ロッククライミングが盛んな山でね。大投げ師北陵をロッククライミングで登るとき、小投げ師がその前衛砲となっているんだ。岩がゴツゴツした山だけに、危険箇所もたくさんありそうだな。話は変わるが、大投げ師の投げ師ってどういう意味があるんだ。投げ師は家を建てるとき、柱と柱を結びつける部品の一つで、漢字では長いに押すと書くよ。ただもっと高性能な部品ができた現在では、もっぱら装飾用に使われるだけになったんだ。ってウェブリオ辞書に書いてあったよ。ウェブリオの受け売りかよ。せっかくの解説動画なんだから、何かのコピペじゃ意味ないぞ。解説動画の本質なんてね、いろんなコピペの継ぎはぎに過ぎないんだよ。いやそれ言っちゃあかんやろ。解説動画の投稿者すべてを敵に回す発言だぞ。そんなの別にいいじゃないか。私なんて家族や親戚、会社の人すべてを敵に回したことがあるんだよ。他の投稿者が敵になったとて痛くもかゆくもないね。失うものがないやつって声よ。そんなわけで視聴者の皆様、失うものがない人には気をつけてくださいね。いやそれお前のことだからな。ちょっと何言ってるかわからないマリサはほっといて、5つ目の山、高独峡を紹介していくね。高独峡は静岡と山梨の県境に位置する標高1134メートルの山で、山梨百名山の一つに数えられてるよ。ちょっと見東京っぽく見えるが、独峡ってどういう意味があるんだ。その説明の前に、まずはドッケについて解説するね。東京に芋の木ドッケや蜜ドッケという山があるんだけど、ドッケというのは尖った峰を意味するんだ。ドッケから派生してドッケになったみたいな感じか。発音的には納得だな。これと同じように、ドッキョウも突起から来ているという説が有力でね。突起、突起、突起う、突起う、と派生して高ドッキョウとなったと言われているんだ。え、それっておかしくないか。こういうのって普通削られていくもんだろ。カンボジア由来のカボチャを例にとると、カンボジア、カンボジャ、カボチャ、カボチャ、みたいに省略されていくのが普通じゃないのか。それはそうだけど、例外的なものもあるよ。バリ島由来のブロッコリーは、バリ、バロリ、ブロリ、ブロコリ、ブロッコリー、みたいに増えることもあるからね。ブロッコリーに行くまでに何があったか気になるが、そもそもブロッコリーはバリ島由来じゃないだろ。しかもこれ銀シャリのネタじゃねえか。よくぞ見抜いた。黙れ。高独峡の名前の由来だけどもう一つ説があってね。昔よくお坊さんが修行のために登っていて、お経を読む声が山から聞こえたことから、お経を読む独峡に由来したとする説もあるんだ。山からお経が聞こえるとか、ちょっと不気味だな。ちなみにお経と一緒にチーンという音も聞こえると思います。なぜかって、高独峡が珍名山だからさ。いや、チンしか共通点ないからな。ひとまず登山中に突然お経が聞こえたらびっくりするから注意が必要だな。高独峡登山には度胸が必要ってことだね。あ、高独峡だけに度胸ってね、しょうもなさすぎる。そしたら高独峡はこの辺にして、最後の山、清明板を紹介するね。清明板は山梨県に位置する標高1006メートルの山です。名前は平安時代の陰陽師、安倍清明に由来してると言われているよ。今日出てきた中では一番ヘンテコな名前だな。清明は人名由来だが、板はどういう意味があるんだ。板というのは高山用語で鉱脈を表す。ウェブリオ辞書に書いてあったよ。またウェブリオのコピペか。それはいいが鉱脈ってことは清明板も佐渡金山みたいに、金脈発掘で栄えた時代でもあったのか。もちろんです。清明板の近くには金山峠や金山鉱泉といった名前に金を冠する場所があってね。昔金脈の採掘が行われた名残と言われているよ。言うても名前に金のつく地名なんてたくさんあるから、金脈の有無なんてわからんだろ。
亀山高専は昔金脈採掘に従事した人が利用したというお墨付きがあるから、多分本当だと思うよ。なるほど、それなら納得だな。金山で有名だから、金塊発見にかけて生命番を訪れてみるのもいいかもね。なんかデジャブな気がするが、もし見つけられたら一生遊んで暮らせそうだな。まあ、とっくの昔に全部取り尽くされたのがオチだろうけどね。世の中そんなに甘くないな。これで今日紹介したいことは大体説明できたかな。金名山は他にもたくさんあるので、気になる山があったらぜひ自分の足で登ってみてください。それとまとめや生命板には金塊が眠っている可能性があるので、人生をかけて探してみるのもいいかもね。さっきから気になってるんだが、取り尽くされたはずの金塊探しを進める目的は何だ？明らかに破滅一直線だろ。無能として安寧を取るか、破滅をとして頂点を目指すのか、決めるのはあなたです。スメラギさん。スメラギさんって誰だよ。っていうかそれ掛け狂いのセリフじゃ。さあ、掛け狂いましょう。ああ、なるほどな。結局はそのセリフを言いたいだけだったのか。これぞまさに名言の無駄遣いってやつだね。よくわかってんじゃねえか。では後もよろしいようなので動画を締めたいと思います。また来週お会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考に、より良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。